ジョナサン・ハリスはアメリカ合衆国の俳優、声優である。1914年、ニューヨーク州ニューヨーク市のブロンクス区でロシア系ユダヤ人の家庭に生まれる。決して裕福な家庭だったとは言えず、ジョナサン自身は12歳から薬局の売り子として働いた。一家の貧しい生活の中でも少し金銭的な余裕ができれば文化的な視野を広げるために、 父親がジョナさんを舞台やオペラなどへ連れて行っていたことが、ジョナさんの演劇への興味を抱かせた。また、かつて薬局の売り子として働いた経験がきっかけで、フォーダム大学へ通った際には、薬理学を専攻している。1932年にもともとの名字だった、ロシア系の名字を正式に、ハリスと改名し、1936年にフォーダム大学を卒業。 卒業後はいくつかの薬局で働いた。しかし演劇への夢を捨てきれず、24歳の時にロングアイランドの劇場へ嘘の履歴書を送って採用にこぎつける。それからしばらく同劇場の演目へ出演し、1942年にブロードウェイ舞台、ザ・ハート・オブ・エシティの主役に抜擢された。その後はテレビドラマにおける露出も増え、テレビ俳優としての認知度を得る。 特に彼のキャリアで代表作ともなったのが1965年から放映された SF ドラマ、宇宙家族ロビンソン。もともとは冒険活劇路線で制作されたドラマだったが、途中からバラエティ路線へ方向転換したため、それ以降ジョナさん自身クレジットはレギュラーではなく当初、スペシャルゲストだったにもかかわらず、主役であるロビンソン一家を差し置いて、主役級の扱いとなった。 作品自体も好評を得て、現在もなおカルトなファンがいる。しかしそれ以降は、タイプキャスト的な役柄にしか恵まれず、これといった代表作があるわけでもなかったが、テレビを中心に、精力的に活動を続けて、テレビアニメやアニメ映画などの分野で声優としても、活躍し、1999年には、ピクサーのヒットシリーズ、トイストーリーにエモコへの出演をした。 同郷で幼馴染みだった、チルトリュード・ブレグマンと1938年に結婚し、死去する2002年まで一緒だった。1942年に息子も生まれ一時の父親でもあった。2002年、かつて出演した、宇宙家族ロビンソンのテレビ映画用の撮影を間近に控えていたが、決戦のために死去した。 http://books.google.saslashbooks id="ncrecamaji&q="samjennychalaschin&dq="samjennychalaschin&source="bl&oads="einqgfna&") 主具 ="zai17y0s1jctb6 アクザフプサンハフィ &hl="een&d" リーター エスケープイコール Y ハット HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.imtb.com スラッシュネームスラッシュ NM0364893 スラッシュパイオレフ。イコールナノメートル OV バイオ SM ハット HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.imtb.com スラッシュネームスラッシュ NM0364893 スラッシュパイオレフ。 イコールナノメートル OV バイオ SM ハット HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.imtb.com スラッシュネームスラッシュ NM0364893 スラッシュバイオレフ。イコールナノメートル OV バイオ SM ハット HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.imtb.com スラッシュネームスラッシュ NM0364893 スラッシュバイオトリビア。 ありがとうございます。